お疲れ様です、梅子です。今日ちょっと紹介させてください。関西弦楽器製作者協会展示会ってやつがね、これ大阪ですけどありますんで、今日ご紹介させていただきます。美しい音色を作り出す職人たちの技っちゅうやつですね。イベントがあります。あの去年ね、私なんだっけ、バイオリン弾き比べみたいなのやったの覚えてはりますかね。なんかそういう動画出したと思うんですけど、あれのまた今年バージョンですね。5月1日と2日と大阪市中央公会堂っていうところの3階中集会室っていうところで行われるようです。ちょっと流しておきますね、画像をね。今年のメイン展示はクレモネーゼっていう、この間はカノンをやったんですけど、今回はクレモネーゼを皆さんが作って8台とか言ってはったかな、はい、今回出展者26名っていうことなんで、はいはい、こんな感じでね、こう展示されるかっこいい部屋でしょ、ここだと思うんですよ、会場。毎年やってはるんですよね。こんな感じでこう作ってる工程なんかもこう展示して、26名の方のね、こう展示のブースがあってみたいな、こんな感じで、なんせ、まあ、会場がかっちょいいのよ、ここで、やるみたいですよ。クレモネーゼっていうのなんか ね私知らなかった、ストラディの種類みたいです。今回はそれプラス、まあ、それぞれの皆さんの楽器をで、こんな感じでこう演奏なミニコンサートみたいなのも、1日目に3回2日目に2回あるみたいなんで、こうやってね、はい、綺麗なお姉さんお兄さんが弾いてくれるよみたいな、はい、あって、で、まあ、弾き比べな、これは多分弾き比べなんじゃないでしょうかね、みんなでそういうイベントもあるみたいなんで、まあ、よろしかったら皆さんね、足を運んでもらえたらと。バイオリンにね興味ある方は別に買う買わない関係なくね、ここでは多分すぐ買えないかな、後で即売はしないと言いました、後で買うことはできます、気になるのがあればねっていうことでしたね。はい、こんな感じで人がいっぱい来て、こう、あ、自分の楽器をね持ってか入れるって言ってました。だからそれで自分の弓とか持ち込んで、なんかチェックはされるみたいなんですけど、実際弾くことができるようです。で、まあ、こうやってみんながいるところで弾いてます、弾くこともできるし、なんかもうちょっと静かなところでちゃんと弾いたいっていう人は、そういうなんか弾く部屋も用意されてるみたいなんで、まあ、よろしかったらね、ここ夜とか超かっこいいと思うんだけど会場がね、なんせね、この中央公会堂ってね有名なんですよ、関西ではね、中之島にあるところで、かっこいいんちゃうかなって思います。ちょっと写真をいろいろ借りてきたんですけど、こんな感じで、はい、新しい楽器ですね。だから本当に今ね作ってる、私も行くかもねっていうとこですね。そう、ちょっといつ行くか分かんないですけど、私もちょっとね1日2日その辺イベントあるんでね、あれですけど行くかもねというとこでございます。はい、皆さんね集結しているみたいですよ、今いろんな楽器が、はい、もうちょっとでね始まりますので、よかったらこれ足を運んでください。というわけで、これですね、関西弦楽器製作者協会展示会、入場無料でございます。これ中之島公会堂にて、5月1日2日にやるだそうです。結構私も知ってる人いはるんよね、結構いっぱいいらっしゃいますね、皆さん楽器制作者の方ね、よかったら皆さん足運んでください。というわけで、これをぜひとも宣伝してくれと言われましたんで、はい、宣伝いたしました。よかったら皆さんぜひぜひ足を運んでみてください。大阪です。